んなところまで来たんだから、きっと面白い話をしてくれるんでしょ。へえ、母親の作ってくれたプレゼントを友達にプレゼントしたのかい。君たちも分かってると思うけど、あの手紙は間違いなくアリスさんが書いたものだよ。やっぱりそうなのか。それだけじゃない。今日酒場に来る途中である二人に会ったんだけど、誰だと思う？神団長？長いエルフの耳を持ったびっくりするほど可愛い性格の親子だよ。アリスとクレーだ。ピンポーン、大当たり。不老の魔女が小さな騎士を連れて休暇に出かけていたところをたまたま僕が通りかかった。すると魔女は挨拶代わりに、僕面白い友達に出会ったらプレゼントをシェアするように言われたんだ。だからこれを君にあげる。うわー、爆弾だー。中身を引っこ抜いてあるから爆発なんかしないよ。ほら持っておいて。これを使うと離れていてもこうやって話ができるんだ。ドド通話機って言ってね、何千キロ離れていたとしても連絡を取り合うことができるけど、いつでも使えるわけじゃない。異世界からインスピレーションを受けた発明なんだって。さすがアリスさんだよね。彼女とクレイからこれを持って仲間と一緒に島、いいえ、生き方については考案者さんが考えてくれてるから心配しなくて大丈夫だよ。城門を出て橋を渡り右に曲がると幸せをもたらす何かに出会えるはずさ。なんだかお前もグルな感じが。そんなわけないだろ。君は僕のことをそんなやつだと思っているのかい。旅人、君は僕の友人だ。友人として君が喜ぶものをプレゼントするのは当たり前でしょ。まあ銀遊野郎はデタラメも言うけど、オイラたちにとっては大切な友達だ。オイラもちょうど休暇を楽しもうと思ってたところだったしな。そういえばさっきカズハとシンエンも興味津々だったよな。一緒に。戻ってきたのか。残念だけどカズハはまだ熟睡中だぜ。お酒に弱いみたいだな。シンエン、オイラたちと一緒に島に行かないか。冒険ならぬ。え、行きたくないのか。さっきまで興味津々だったのに。もう機会を逃して。ならぬ。カズハのやつ、大人っぽいって思ってたが、ちゃんと新しいものに興味を持つ若者だったんだな。だから、それなら絶対島に行くべきだよ。あの島には吟遊詩人も絶賛する美しい景色があるんだ。おお、じゃあ決まりだな。でもどうやって行けばいいんだ。誰かが手配してくれてるらしいぞ。今回は他の友達も一緒なんだけど、明日の朝縄文に集合して全員揃ったら出発するんだ。旅人。そうだ、こいつらまだフィッシュルを知らなかったよな。異国の高貴な公女も臣下たちを連れて旅に出るんだけど。うん、タイモン、特にタイはないんだが一応聞くぞ。こうもその旅を積極的に押してくるのは、イリデッセンスツアーのために他国まで来たのに結局開催されないってなると、また騙されて旅行だけする羽目になっちまうんじゃ。やっぱり誰も信じてくれない。みんな心配しないで、また明日の朝会おうよ。公女も進化も喋るカラスも異教の剣士とミュージシャンも、みんな夏の島の大事なお客さんさ。ワクワクしてきたぜ。僕は遠慮するよ、まだ仕事が残っているからね。え、銀遊野郎が仕事するだって。猫の耳と尻尾を持った女の子に
競合店に勝てるよう酒場で歌ってあげるって約束したんだ。ああそう、ジョセがいるあの酒場。猫アレルギーじゃなかったのか。うん、だけど屋上で歌えるから大丈夫。売り上げで相手に勝てたらお酒1ヶ月分をくれるんだって。こんないい話、僕にうってつけだよね。だから僕のことは気にせず、みんな楽しんできて。今年の夏はとても楽しくなりそうだよ。